著者、吉川英治。野牛月影賞。土読七味春頃。弟の窓、兄の窓。一。今夜の星場には、もう朝の薄日が差している。ょうのようにかけ並べた無数の白い布。花色の布。 赤い模様のある布などが、裏町の裏から秋の空に、高々と揺れていた。そんな身なりで、近所の人目につく。おこま、もういい。うちに入っておれとように。またじゅうろうむねふゆは、叱るように、後ろか、後からついてくる彼女へ行ったが、おこまは、そこまで、と、いつもの癖のように、たくの路地から小走りに、 ゆうべのねがみのまま、往来のどまで彼を送って出た。そしてまうろ郎が振り向きもせず急ぐうせい。ようごんすか待、ま、っていますよ。あさってですよ。あさってまた。と、ろじのげから二度も言った。はさましい。まうろ郎はぞっとするほど、その時は、 嫌な気持ちに襲われるのだった。あさってまた、この路地の家へ来るのかと思うだけでも、負担であった。逃れるように、足は急いでいる。まだ、梅雨めりのある夕べの傘を、胃腸なりのまま、横顔へ深くすぼめて、もう通うまい。父にもすまぬ。いや、世間に対してだって。一人、えぐるほど。 残機を胸に繰り返すのであった。世間が目まぐるしく活動している大根菓子の市場はワイワイと盛んだ。金、金、金とつんのめるほど町人たちは首を前へ出して駆け歩いている。途上する牙の侍だの、かごの列にも意地悪くよく行き合う。また十郎う胸冬はなるべく裏通り、裏通りと選んで歩いた。 八重すがしの屋敷へ近づくにつれて、難しい父の顔が胸に仕えてくる。途上して、もう屋敷にはいない時刻だが。留守でやってくれればいいが。と、万一の場合を恐れて、そればかりが祈られる。二十四歳にもなったが、父の怖さは幼少と変わらなかった。いや、ユナのお駒に家を持たせて、 屋敷を開けがちになってからは、余計にあの目が、あの眉が、いつも自分をねめま回している気がした。あたかも、死直と虎人の間のように。極を出て、極へ帰るかのような茂大に絡まれながら、彼はやがて八重洲原まで来ていた。もうすぐそこに、いかめしい我が家の門と白い土塀があった。 はてな。なんだろ。う、また十郎は、ふと足を止めた。風呂編み傘をかぶった浪人者が一名、埃り臭いコウモリバウリに、ドブ染めの合わせを着、肩をそびやかして呆然と、門前に突っ立っている。そして、それを囲んで、門番や家来の者たちが、たとえおいでであろうと、ご不在であろうと、とのご自身が、 風来の訪問者と、押し合いになるなどということは決してない。取り継ぐまでもなく、無用な求めだ。帰らっしゃい、帰らっしゃい。と、何か声高に、言い争っているのだった。二。自分は、兵法終身のものである。あえて勝負ばかりをこととしたり、虚名を追ったり、旅線と称する。 豪力など求めて歩く類の者と同志されたくないので言うが。と、綾部大輝。野牛の門に立った最初に、まず光源を払って。音に聞こえる、将軍家流の田島守殿の在宅なれば、一て、修行のために不況なさると思うて、立ち会っていただきたい。それがしは、北陸の武編者、綾部大輝と言うて、 演者は、佐竹家の物柱役。望みのほか、お目にかかってから、物字はつかまつらぬ。と、重ねて、門番の者へ、題を述べたのであった。もちろん、門番は取り継がない。ご登場中。と、断った。大器は、叱らば待とうという。門番はその無益を悟して、 追い返そうと努めた。こういう来訪者は再現なくあるからである。すると大器は門番の言葉尻をとって、主人の意思を聞いてみるのに、まるで主人かのような面構えして、追い返そうとはけしからぬ。是が非でも、田島殿自身の口から返答を聞きたい。途上とあれば、いずれ夕刻までにはこの門へお帰りがある。 それまで門前を拝借してお待ちいたしておる。門番では手に余った。表の侍部屋へ告げて四五人に来てもらった。そして今が押し門道に揉めているところだったのである。そこへ帰ってきた又十郎胸冬は、良い潮に恵まれたように、門番も家来もその騒ぎにかかっている隙をついっと横から、 門内へ駆け込んだ。芽早く見つけた綾部大輝は、誰だ今言ったのは。と、後ろで怒鳴っていた。立ちふさがっていた門番や家来たちは、初めて振り向いて、五三男の胸冬様だ。思わず言うと、大輝は、何今のが三男の胸冬殿とか叱れば、胸冬殿に会おう。 お手前方では、拉致があかぬ。胸冬殿に一言、ことずてして引き上げてやる。と、内へ、おとした。レいな、どこへ行く離れ、どうしても、成敗を受けたいのか。前の者が、大器の胸をつく。また、左右から利き腕をつかむ。網傘を引きちぎる。大器はなお。何成敗するよかろう。 んじらの手で成敗できるものならいたしてみ。やり損じたら、この広き門が、お手前たちの地で、赤門になるぞ。と、言いつむって、去る景色がなかった。三。家を開けて帰った朝は、父のみでなく、メスカイラに対しても、胸冬は、間が悪かった。 自分の部屋の障子を引くにも、音を盗んで、そっと開けた。冷たい机の前に座る。火鉢には火がない。机や本箱も、冷ややかに、主の業績を白眼視しているかのように、ひがまれた。誰だ、そこの部屋へ入ったのは。中庭を減らせた向こうの部屋で、突然、こう怒鳴ったものがある。そこの窓は、 長男のの十兵衛光吉の部屋だった。私です私とはまた十郎です。また十郎ならよい。それなり、十兵衛の窓は沈黙した。中庭の壺の場所に、黄色い秋の火が照り生えている。秋の小さい蝶が、窓の竹をかすめた。また十郎は、 机に肘を乗せてうつむいていたが、いつの間にかおこまのことにとらわれていた。あの路地から朝出るときは、もう怖いと思い。みちみちでも自責し続けてきたおこまが。ここに落ち着くと、もう今でも会いたいように心が乱れてくる。そうだ。何も。そう自分の声よ。 自分でいじめつけるには当たらない。修行は修行でいそしみ、道徳は道徳として当たり、恋は恋。父にだって、ある。四男の右門義春は現に、わしらとは腹違い。父の重いものの子ではないか。ガラッと場所の向こう側で窓が開いた。また十郎、また十郎。 兄の十兵衛の声である。は、何ですか机から顔を上げて、また十郎は細めに開いていた窓をいっぱいに開けた。兄の十兵衛は向こうの部屋から顔を見せている。今帰ったのかえ、え、え。門前で何かやかましい声がするではないか。なんぞ見かけなかったか。また十郎はほっと胸をなれた。 父の代わりに兄から油を絞られるのかと、実は返事にも気が伸みなかったのである。で、にわかに快活になって、何、お気に留めるには当たりません。毎度見える貧相な武芸者です。野牛を打ち込めば一役、野牛に代わって、天下無双と、ほらでも不こうという野心家の手合いでしょう。それにしても、 騒ぎが長いじゃないか。完全と帰らないので、家来どもも持て余していいのです。うん。また十郎。はお前行って始末してやれ。ちょうど父上はご途上中だ。父上がいてはできないが、俺が許す。それほど、強情に申す者なら、望みに任せて土壌へ入れ。一撃に殴りつけてやれ。はあ 早く行け。自信がないのかな、何たかの知れた。いくつぐらいな男。もう四十を五つ六つ超えておりましょう。なんだ、そんなおい武者か。早くしてこい。手にあわったら、わしが行ってやる。赤岩市。一。そこは北向きで、 ほの暗くてまた冷たかった。柱なし南弦四面という板壁板床である。わずかに武者窓から差す光が淡い島目の明かりをそこに落としている。その光島の中に二つの物件が息し合っていた。また重郎の息が少し高い。顔は最初の血潮が合わせて蒼白になっていた。 それに反して、あやべ大器の寝れた体の構えには、まだ、なんら不安な兆しがない。門前では気づかなかったが、ここで見ると、大気の横顔には、耳脇から顎にかけて、大傷の跡があった。世の中は、まだ殺伐な、異風を多分にた,たえている。大阪人以降、二十年とは経っていない、歓迎。 十年なのである。戦場を傷なら二百国や三百国ですぐ売れ口はつく傷だ。いや、その傷一つでなく、面魂といい、総じてどこか重厚で、これは明らかに、また十郎を胸冬の敵ではない。運造師。大器は声をかけた。やめようか。何 せっかく、ここに立ってはみたが、もうやるまでもない。頼めどこにはいがついたまだ、まだ。ああ。それすらわからない、ぼんち。うつも張り合いはないが、田島殿が帰られるまでの暇つなぎに。お見せしようか、勝負を。また十郎、腹の底でもう一度。な、何よと、言ってみた。 自分たち四人兄弟のうちでも、兄の十兵衛三吉を除いては、次男の行部智則にも、四男の右門義春にも、負けはしない、劣っている自分ではない。二。幼い頃、まだ四つか五つくらいな自分。国の山戸野牛の将のおじぎみ。門流の人々はそれを、大祖。 と言ってあがめている。石州祭宗吉から杖を持ってあしらわれ、あしらわれ。この孫の骨は悪くない。とよく言われたという自分である。その後、十四五歳の頃には、兄の十兵衛をさえしのいで、あの固めの兄に悔し泣きさせたことだってある。近頃、多少怠ってはいた。 とはいえ、無名の老人に破れるほど、剣を忘れてはいないつもりである。剣の家、ヤギ家の三なんだ。破れては、十年以上も自分を磨いてきてくれた、この板の間に対してでも愛すまない。と思うほど、毛穴が汗ばみ、イライラと気が流行りかけたが、相手の懐は洞窟のように、ちょっと測りきれなかった。 手い。と、いつになく固くなる。相手はじりじり詰め寄せる。また従老は心の内で、兄がこの無益な試合をあえて自分にさせたのは、意地悪な無言のかんを自分に加えてい,いのだ。と、密かに悲願だ。恨めしくさえ思った。押してくる敵の圧力で、来るな、という感じがした。途端に、かんと彼の勃言は、 敵の刀を受けていた。離さなかった。手はしびれて、何の知覚もなくなっていたが、ダダダと、二足見足、床を踏み鳴らしたまま、えおっと、わめいて打ち返した。不覚であった。大器は軽く外し、また従郎は、ほとんど足の裏を相手に見せるほど、前へのめって、そのまま、板壁まで行くかと見えた。 ボンチー、見えたか大気は笑った。が、その瞬間に差し替えた影絵の人形のように、彼の前には別な人物が勃剣を下げて立っていた。三。四。大気は身を引いた。また十郎とはどこも似ていない固めの男である。 三十そこそこの年齢らしいが、老生ぶった顔をして、潰れている左目の陰影が、余計そう見せるのかもしれないが、どこか鉄人じみた風のある男で、背はむしろ、また十郎より低いぐらい。色は黒く、骨組みはずっと太い。当家の長男、十兵衛光よでござる。射程ではちと、 お手甘いご様子。というて、父、田島の神は、いかなる道理をつけて参られようと、断じて、お手合わせはいたさぬ。で、それがしが変わろうと思う。ご服はないかん三つ吉殿か。いざ。よと、大器は、不意に首を振って、 そこもととは立ち会わん。なぜもともとご子息たちを相手に望んできたのではない。野牛流は地国の剣、建国の標法を本義といたす。ゆえに乙女流でもある。何度言っても同じこと。ではなぜ、諸国に流派を許し、諸藩に同流の弟子をうるさい。何そのような世話。 うぬらには受けん。帰れ。喧嘩を売るか。おれこそ、どこにその目だ。人の命を狙っているその目。察するところ、うぬはかくだ。ちうえのお命を、伺いに来たな。げっ大きは、け剣を投げうった。脇差しを抜くなり、十兵へついてきたのである。だが、十兵への振り下ろしたけ剣は、 大気の頭蓋骨を砕いて、売れたザクロのようにしてしまった。倒れる刹那大気が、ギャといった声が、しばらく矢の胸から離れないように耳についていた。十兵衛は突っ立ったまま、片方の目を二つ三つ芝叩くように顔をしかめた。大気の脳骨から、 跳ね飛んだ味噌のような血の粒が、まつげや顔にかかったからであった。また十郎、と振り向いて、十兵衛は言った。死骸は侍どもに取り捨てさせればよい。ただその前に、この男の所持品、分けても、書き付けなどないか。そち自身も手伝うて、緻密に調べておくようがあるぞ。 何かあったら、後でわしの部屋まで持ってこい。菩提レン一。中秋はもう過ぎたが、よ夜ごと月が良かった。随分明けてきたとは見えても、江戸城の周囲の大部分は、未だ武蔵野の切れ切れが残っていた。夏は林道や月見草。 秋は、両乱と言っていいほど、空き地の萩、気境は、梅や花を持ちきそう。柳生家の裏も横も、そうした広い空き地だった。月の下に虫がなく、うずらがなく。夜は、そこの道をよぎる人影もない。おや、誰か往来のものでも備えたのかな 四人兄弟のうちの一番末、四男の野牛右門は、露の中に立って、そこだけ草がはげて、土まんじゅのように少し盛り上がっている地面へ、身をかがめながらつぶやいた。石が一つ、置いてある。その前に孔げが備えてなければ、野原の小さな起伏の一つとしか見えないが、前にも誰か備前の孤くりに、 何か備えてあるし、うもんも今、工芸を持って、そこへ来て、しゃがみ込んだのである。朝に夕に、というほどではないが、時ようもんはここへ来て、一辺の照明を念じていた。といって、地下の仏とうもんとは、何の縁故もつながりもあるわけではない。土まんじゅうの下に眠っているのは、 あと月のちょうど今日、兄十兵衛の勃献のために、道場で、ただ一内に撃ち殺された、老人の、綾部大輝の亡骸だった。あの時、兄の十兵衛は部屋へ戻ると、あの手を洗いもせず、茶をすすっていたが、家来たちが裏門から死骸を担い出すのを見ても、右門は身震いが出て、 だから片目が潰れたりするのだ。と、兄の拙者を、残忍を平気でいる様子を、いまわしくも憎くも思った。いやだ。はあ,あいやだ。どうしてわしは、武芸の家などに生まれたのだろう。すのこ巻きにした死骸を、開口へ捨てにでも行くらしい家来たちを追いかけて、大気の泣き殻を彼が敷いて、 この空き地の一部へ埋葬させたものだった。だが、彼の他には誰あってそこへ花一し、水一杯捧げるものはない。右門は自分で石を転がしてきてそこの上へ乗せた。野良犬が掘り起こしたりなどをするからである。そして時々石を訪れた。 そこにレンズしているウモンの姿を、家来たちはたびたび見かけた。ウモンは自分のしていることは兄の罪滅ぼしであり、殺伐な一門のご唱のためであると信じていた。家来がそれをある時、十米に告げると、十米は片目の落ちた顔に実におかしそうなシをたたえて。そうか、それはウモンには、 良い手まりが見つかったな。あればちょうど、うつぎな猫みたいに、いつも瞳がうつろな男だから。と、笑った。その後も、一人で思い出しては笑っていた。二。自分だけが、しょうふくの子という、幼少からの引け目が、自然彼をそうさせたのかもしれない。 呂門の瞳は、従兵衛が笑う通り、人に対して、いつも弱々しかった。体も、丈夫ではない、戦病室の方である。その点では、次男の行部智則とよく似ている。気象も、智則と一番合う。だが、次男智則は、家光の長道となって、流栄の故障組に上がっている。 年に何度というほどしか、屋敷へは戻ってこなかった。画尺、所蔵、主枠語。回遊、無視、鈍人知。重心、五位死所上。一切画根、回残下。うむは今、無縁の石に向かって手を合わせながら、口の内で何度も唱えていた。 生まれつきの仏証というのか、写経をしていたり、こんな名目の境にある間が、一番自分の魂があるところにある心地がした。おやと、その名目をあたりへ開いて、うもんは不審な顔をした。ぶーんと酒の香りがそこから匂ってくるのだった。 よいどれでも近くに倒れているのかと見回したが、そんな人影もない。ああ、これか。いや、彼は謎が解けた。石の前に誰が備えておいたか、小さな備前どくりの口から霧のように立つ香りに違いなかった。それにしても、誰がこれをと疑いながら、右門はどくりの口を嗅いでみた。 酒の香りはたった今、杉樽から映したように新鮮である。はてな。偶然彼の瞳が向いた草むらからガサッと逃げるように人影が立った。背よりも高い雄花の後ろである。誰だ怖かったのは先よりは右紋だったのである。思わずそのせいで声がかんだかく走った。 は,はい。意外にも、女の返事である。うもんは、そばへ行ってみた。そして、再び、身震いに襲われた。なぜならば、ろうやかに化けたメギツネのように、草の根におののいていた女は、野で見るには、あまりに美しい。襟筋の白さ、銀さのかすかな震え、帯の光。 月の下とはいえ、目に痛いほど染み入ってくる。十九か二十歳、そして、両家の死女であることは言うまでもない。何をしておられたお見逃しくださいませ。捕らえようなどとするものではない。場所は、野牛家の四男右門だ。存じ上げておりまする。知っているはい、いつも。 戦火の仏に、お優しいご意向を、陰ながら、ありがたいと、不おがんでおりました。お、ではそなたは、ここの、土中に葬られている、大気というものと、何か、上の間らだのええ。あの、ゆかりのあるものではございますが、大気は、酒が好きだったのか。 他に楽しみのない人でございました。ちょうど今日が家を出た命日、そっと生前好きな酒を手向けておりましたところ、あなた様のお腰にうろたえて、こんなところへ身を隠したのでございました。さて、よほど親しい間だの、そなたのお父か。い,いえ、めっそうもない。ではおじか、そればかりは。 どうぞ何も、おき、くださいますな。うつぶせていた身を起こすと、女はふいに草むらの影を出て、あっと目を見張っている間に、月のついと虫の音をついて、八重すがしの堀端の方へ駆け去ってしまった。三。十兵衛の部屋、また十郎の部屋、 うもんの部屋。こう一棟の下にいる兄弟たちの窓は、場所の中庭をへらって、三方から向かい合っている。だが、塀が高いので、屋敷の内からは裏の空き地は見えなかった。うもんは日が暮れると、書庫の上にある中二階の小部屋へ上がっていた。そこから腹が見える。月の夜は、 冷たいあの石が、つゆに濡れて、ドまんじゅうのあたりも見える。そして、今夜は、と、よごと、人ちがをそこに吹かしていた。女は、あれからのちも二三度、石へ参りに来た。その都度、うもんはすぐ、裏もんから、空き地へ出て行ったが、彼がドまんじゅうのそばまで行くと、 もう女の影はどこにも見えなかった。すすきの影にもあれからは隠れていなかった。なだけでも、なぜ聞いておかなかったか。軽い杭いのもとに何か強い執着が首をもたげていた。それはあれ以来冷めない火のように彼を耐えず苛立たせていた。 中庭の場所に黄色いほかげが流れた。がらりと障子を開けてぬれんに人影が立った。十兵衛つ吉である。障子の隙間から兵ょや前所を散らした机が見える。今宵もいい月だな。もう後の月か。一人つぶやいていた十兵衛は向こう側の窓を見て、 またじゅうろ、またじゅうろ、と、呼んでみた。明かりはついているが、返事はない。じゅうべいは、下打ち鳴らして、コウモリはまたるすか、しようのないやつ。苦笑して、今度は。うもん、うもんはいるかと、まっていを呼んだ。兄の影を見たので、うもんは慌てて、中二階を降りていた。はい。 呂んはこれによりますが。廊下か。来るには及ばん。裏の腹へ出て、月見をせぬか、月見を。よろしゅうございますな。昼間、中元どもが網を打って、うずらを十羽も取ったという。芋田楽に、うずらでも焼かせて、一ん組もうではないか。酒は好きではなかったが、 兄の機嫌を損じてはと。だは、支度をさせましょう。と、うむんは先に、表へ出て、若党の佐田昌平と、中原の六助とを呼び立てた。昼間取ったうずらがあるかあったら、裏の腹へむしろを敷いて、田楽コンロに炭火をつぎ、芋や串肉を焼くようにしておけ。どれが召し上がるんで兄上だ。 呂兵様ですか,かなわねえな。小兵登録助は顔を見合わせて頭をかいた。自分たちの寝酒の魚にするつもりなのであった。月の下に一枚のむしろが敷かれた。十兵はやがてそれへ来て、弟の尺で飲み始めた。どうだ、お前もいっぱい。私は、不自由なやつ。 相変わらず飲めんのか。すぐ、むせてしまうのです。また十郎と、半々になると、ちょうど良いに。また十郎といえば、あいつは二刀流だな。わしは目も一つ、きも一つだが。おたむれを。お前と飲んでいると、他人と飲んでいるようだ。酒は魂と魂の接触。お互いの血が交流するところに味のあるものだが。 知恵のことを言われると、うもんは差しうつむいて涙ぐんだ。従兵には彼の干渉にあるような細い神経はないのだが、うもんには様々なもだえやひがみが当然胸を塞いでくるのだった。はっはっはっは。うもん、お前は酒飲みじゃなかったな。俺の言葉は無理だったかもしれん。だが、 もう少し日常快活に暮らせよ。野望を持てよ。剣道が嫌いなら嫌いでいい。何か政治に心を燃やしてみるとか、禅をやるとか、軍学を極めてみるとか。禅門に入ってみたいと思っております。よかろう。だが、禅とは、大古のことだ。お前みたいな商談者では、太古は愚か。 迷ってみることもできはせぬまあ、容姿の口だな。お父上も心がけておるらしい。いい容姿先があったら行くことだ。従兵衛の無関心な方言は、右門が日常、針を抱くように考え詰めていたことばかりだった。それザラザラと触るのである。月のむしろは彼には、針のむしろだった。 五。う門は、江戸で生まれたので、家来の話に聞いただけであるが、この長兄の固めになった原因は、七つか八つ頃のこと。野球場の藪でイダズラをしていて、そぎだけで目を刺したのが元だということであった。その時、泣いて帰ってきた十兵衛に、祖父の石州祭が、侍の子が、そぎだけで、 目を刺されたなどは、恥とこそ思え、泣くどころの沙汰か。わしの孫に、こんな育児なしができよったか。叱られて退くと、幼い十兵衛は、やがて自分の今で、明けになって混沌していた。家臣が驚いて抱き起こしてみると、そぎらけで傷つけた目を、自分の手で小塚で、えぐり抜いていたというのである。 そういう気象を幼少から持っていた長兄である。右門は一つ胸に住んでいるさえ、絶えず妙な威圧を受けた。同じ怖いにしても、地の田島の神には愛が感じられるが、この長兄は、ただ、恐ろしいだけだった。あ、ようだな、右門。鼓を取って来るか。お主、猿学を前。 何まえん。しからば、鼓を打て、わしが儲てみせる。兄上、こんなところへ、横に女に遊ばしては、体に毒でござります。むしろも世継ぎに、じっとり、湿っておりまする。獣化石城は、古事記と武芸者。どちらも慣れておらねばならぬ。ああ、月天身。この月を見ていると、天下は大平。 風をはらむ不平の共柄もないようだが、酒を取りに行った中元の六助が、その時、彼方で何か大きな声を出した。おお大気を受けた後へ、またいつもの綺麗な女が。ふと、耳に止めて、右、う、門、ん、はすぐ。え、女がと、後ろから立ちかけた。横に寝転んでいた十兵衛は、 弟の袴を掴んで。うもん、どこへ行くそして、彼方に佇んでいる中間へ、大声で言いつけた。六助、捕まえてこい。この辺りには、めげつねがよく出る。逃がすなよ。六助は、抱えていた酒壺を草の中に置いて、土まんじゅうの方へ駆け出した。女は、すぐ受け取った。 六助が近づかぬうちに腹を斜めに横切って大名工事の方へ走り込んだ。六助も途中から向きを変え、どこまでもと追っていった。積んだ野菊。一。座れ、うも、ま、ん。はい。 俺は知っている。あの大気の墓石へ、足しげくエコーに来る女と、お前は親しくしているな。ジュベは、むしろの上に座り直している。うもんの顔は、月より青かった。親しくなどした覚えはありません。きっとか。ええ、誓って。ならばよいが。 と、十兵衛は声を落として、いつものような五朝に帰った。女はいずれ、大器の身寄りのものだろう。ま、それは良いがだ。あの、綾部大器とは何者か、そちは心得ておるか。詳しいことは存じません。佐竹の家中に、縁者があるの。北陸のものだと言ってきたが、真っ赤な嘘だ。 日をなまりがあるなと、わしは睨んでいた。案の定、試合を改めて見ると、懐には祖先のケ図や衣装などを所持していた。衣装ですかさればよ。死ぬ気で、野牛家の門へやってきたのだ。お父上の田島の守を主家の仇と呪い、ゼがヒでも父上に血がついて、 差し違える格好で来た男よ。下世のことではございませぬかお父上に対して、日頃人が死刑の仇などとは言われないことではない。父、田島の神は、すぐる官営七年この方、新たに設けられた幕府の職政、大目付という要職に疲れて、剣道市販役を兼ねて、お勤めになっておられる。 存じております。家光公のご信任がつく、お父上もご辞退しかねて、当時、よほどなご決心で王受けなされたとかで。嫌な役だ。誰でも逃げたい、憎まれ役なのだ。なぜといえば、大阪落城以来、徳川家に随身してきた大名のうちには、腹からの随身でないものがいくらもある。また、 ご政治の方針から言っても、大半の法治は、できる限り削り取るか、取り潰すか、せねばならん。その大きな後始末が残っている。で、大目付の役が、新たに設けられたわけですかとざま、普代を問わず、諸行のない日や、反省の否定を掴んで、これを休門に付し、違法、現地、 あるいは断絶などの荒療事をやらねばならない当面の悪役が大目付けじゃ。お父上でなければできぬ。ご常命のあった際、父上はおそらく死を決してお引き受け召されたに相違ない。以来、下州の福島正則、庇後の加藤忠宏をはじめ、駿河大納言家に至るまで覇者くなく撤血し、 ハンを召し上げ、マサノリも入る、タダヒロも流罪、ダイナゴン家も、今、ご優兵させて、上位を待たれるお身の上だ。その他大商名、現地違法の目にあった者は皆、将軍家を恨むよりは、大目付の辛辣を恨んでおるに相違ない。綾部大輝も、その一面なのじゃ。あ。 それで、分かったか恐ろしいことでございます。恐れるには足らん。しかし、もし大器が父上に近づいていたら父上とて、どうなったかわからん。いかに達人でいらっしゃっても、死を決めた奴にはかなわんからな。そうとは知らず、哀れを思うて、死骸を葬ってやったりなどしましたが。 そこはお前のいいところだ。白骨になれば、我ら皆、同魂同性。だが、あの墓石に近づく身寄りの者とあれば、いわゆる恨みもかさんで、二重の遺恨を含むものと見ねばならん。うもん、気をつけろよ。はい。うもんは立腺として、兄のトシに首を垂れた。 その時、空き地の遠方から、我が様、獣兵衛様、捕まえました、捕まえて参りましたぞ。と、六助の遠い怒鳴り声が聞こえてきた。二、目の前に引き据えられた彼女を見て、獣兵衛は意外らしい顔をした。 その美貌と見ごらしのしおらしさに目を見張ったのである。もう観念したものか、いっそやの夜と違って、従兵衛のいろいろな質問に、おいりは悪びれずに答えた。決して、父親の身寄りのと、そんな縁故ではございません、ね。大器様と私とは、赤の他人でございまする。 ただ、一つ長屋に住んでいて、私の父が病死する折、お世話になったご恩があるので、野牛様のお屋敷で試合に行って死んだと聞き、普段お酒が好きだったことなど思い出し、お屋敷の行き帰りに花でもあればあげたり、時にはお酒などあげに来たまででございます。可憐な小娘の おのどき声には、何の邪水も起こらなかった。一徹であるだけに、十兵衛は感動しやすい。ことに、自分が酒をたしなむだけに、酒好きなし者に酒をたむけたという、小娘らしい気持ちが、ひどく嬉しく響いた。家はどこか。夜ぼ堀でございます。あの、 薬師様の裏通りで、糸問屋の持ち長屋に住んでおりまする。お屋敷の行き帰りに、というたが武家奉公か。榊原様の多くへ、お張り子に通っておりますので。親は、どうにものか。父親はもう、うん、病んだと言ったな。はい、死ぬとき、 なぜか、侍の妻にはなるなと、遺言に言いましたが、私は町人嫌いで、やはりどうかして、武家の家内になりたいと、おじいおばに隠れて、お張り部屋にご用のない時は、町の道場へ通っております。なぜ、その他の父は、侍の妻になるなと言って死んだのか。ご主君の末路やら、 自分の末路やら見て、そう考えたのでございましょう。さてはやはり、募集大名の家来だったか。私は幼くて、よう存じませぬが、福島様の家中の端で、百国とか取っていた侍と聞いております。今、身を寄せておる家はおばの家におります。けれどおばは、よなれた人で、 これからの世間は何でも金を持たねばならぬ、などと言って、私に三味線を習えの、金持ちの人に近づけのと、死ぬほどそれが釣ろうてなりません。大貴様が生きているうちは、大貴様の家へ逃げ込んで、おばに意見をしてもらいましたが、もう、その人もないし、十衛は後悔した。 よしない話を深どいして帰って酒が冷めてしまったからである。彼は小娘の順序がいじらしくてならなくなった。方向に出る気があるかもし屋敷勤めでも望むなら、飯使って使わすほどに日を改めて訪ねてくるがよい。話して返す前、十兵衛はそう言った。 そして、途中が寂しいだろうからと言って、若党の将兵に、町の灯の明るい辻まで送って行ってやれ、などとも言いつけた。瓶の下。一。目には見えない。目に見える世相は、太平というしかない。だが、なんとなく、 人心のうちに不安がある。松の内らしい鼓の音や、かぐら笛は町を流れていたが、その音のどこかに、悲重がこもっていた。これに迫って、とうとう、駿河大納言様も、ご切腹を迫られたそうな。とその香りの中に、そんなささやきが、町で交わされている。暴君という西洋こそあれ、 元将軍とは血を分けている間柄の一門の人。その大納言家すら幕府の確立というためにはにえにされるのかと思うと、庶民はお互いが大名でなかったことをむしろ密かに祝福した。最もっとも、長人でも三代目という。徳川が今、その三代将軍の世だ。しかも、秀忠の死後、 家光が将軍職を受け継いでから、まだ年月は浅かった。幕府三代、武家の派行としたら、もうこの辺りでぐらついていいところである。諸国の夕飯も、決して現状に甘んじてはいない。まして、もう一度大乱あらば。と、雲を望んでいる長党のマスラオは、 三夜に数限りなくあるし、一般のうちにもたくさんある。太平と見える世上の裏に、ただそれらの人々が時を計って沈黙を守っているだけに過ぎない平和なのである。不安は一般ばかりでなく幕府自体が抱いていた。いや、幕府自身からそれをかしているくらいなのである。 例えば、格老の土井利勝は、自身、帽子となったような顔して、鉄板の諸行へ、謀反状を送り、その手応えで、諸行の腹を打診したという、奇怪な噂さえ、交換に漏れていた。まもなく、大名の祭司は、国元に置くべからず、という霊を発して、その骨肉を、江戸へ持った。また、 参勤交代の制度を厳密にした。また、温まるその他の大きな平線を作らせた。また、武家八刀をやかましく宣布した。また、大目付の植生を新たに設け、諸国に無数の恩密を放った。これでは、大名たちも神経質にならずにいられない。 諸藩の動揺や自粛は、すぐ庶民に反映した。その上、福島、加藤などの大半の没落、ダイナゴンの自滅、無数の老人がそこにできた。六を離れ、主家を離れ、至るところで、乱になれ、乱になれ、と、反駁的なものを醸し歩いた。ことに、野牛家の白壁の兵には、 俗剣、ネイチリだとか、剣を怪我す剣化。禄を紛上に積む。だとか、また、奉還流のお家元。強い敵には乙女流。などと落書したり、終焉、修罪。と、呪ったり、その他辛辣な悪行や呪祖が、消しても消しても何者かが書き散らしていった。 もちろん、その筆跡や軸から見ても、町人のいたずらでないことは明白だった。二。田島の神胸則りは、毎夜疲れて帰った。もう、彼も六十四歳である。出なくても、今の南極に、大目付を四年も務めれば、振動だけでも、 疲れる方が当然であった。松の内は松の内で、それが過ぎるとまたセーで、明るいうちに屋敷へ帰ったことはない。おかえりなさいませ。おかえり遊ばしませ。出迎える家人たちの間を通っていくにも、頷くだけで自然口が重くなる。黙って、奥の、息子たちの部屋より、 もう一棟奥の今に座る。すごい。風気味かな。つぶやいて、ひとしきり咳き込む。その前に、一番のゆず湯を勧めて、若い駒遣いが彼の後ろへ回った。優しい手が、セナを撫でているうちに咳が静まった。田島の神は、 ゆずゆを取り上げながら、ふと、見慣れぬその小づかいに。どれじゃ、そのとははい。ゆりと申しまする。心存家。去年の十月末、ご奉公に上がり、二月の下勤めをいたしまして、この正月から奥のご用をさせていただいております。いくつだの十九になりました。 田島の神は、それなり沈黙していたが、四人のさを聞きないが、どのたち、いんにおそろいでございます。と告げると、そうかとうなずいて、うい部屋に隠れ、じょの世話で衣服を着替えると、やがてょい院へ歩いていった。べ兵ともんの二人が、並んで座っていた。 また十郎はいかがいたした田島の神は着座するとすぐ不機嫌にそれを十兵衛になじった。十兵衛は嘘吹いて。どこへ出ましたやら。と答えを逸らし、ご休養の暇もなく父上にもご披露にございましょう。天下のおためと思えば、この老骨の死に花、疲れは厭わぬ。 ですが、大目付などと申すお役目は、自体、お父上の人柄にはないものでしょう。それに、ヤギ家は、剣の家です。醜い葛藤や十作や清掃の中に、あたら、老後の晩節を、台無しに遊ばしてしまわぬよう、十兵衛はそれを祈りまする。わかっておる。だが、一心を帰り見ておられぬ場合だ。 お父上が当たらなければ、誰かが出て南極に当たりましょう。優れた賢人は、一斉に、そう何人も出るものではないが。何大目付ぐらいやる制度かは、見れ吐くほど変わりがあります。良い加減に、ご退役なされてはどうですかそれができるくらいなら。なぜできませのか。お父上こそは、祖父、石州斎宗義から。 新影の極秘と野牛の生徒を並び授けられて体制なされた。唯一無二の玄関の喧騒ではござりませんか将軍家に仕える道も、それを持ってなされば、それ以上のご奉公はないはずと存じますがいや、そちの言うのは、正常の剣だ。野牛流はそうでない。わしが十三歳の頃、 父の石州祭宗吉に手を引かれ、初めて陣中で家康公に拝越したとき、父の石州祭は家康公の問いに答え、野牛流は大乗の剣をもって本師とするとお答えなされた。大乗少女も臨機でございましょう。諸流百は剣は皆一同と心得ますが。が、 野牛流の極意は無党だということを、そちももう悟っておろうが。無党とは、太平の体、太平の策は、遅刻にある。されば、我が家の兵法は、建国の木を悟り、遅刻の立ちたるところにある。諸軍家も、そうご指南申し上げてきた。家康公が、秀忠公の死にと、我が家を、 お取り立てになられたわけも、野牛流の底に、御信任をかけられたからだ。今、三代家光公の知性となり、天下再び、大乱の兆しある時、平城、遅刻の平城を解き、お上の師範たるわしが、この南極を、よそごとに見ておられようか。もしわしに、今のお役目が務まらぬほどなら、 野牛流の極意は私物となるのだ。久しぶりに十兵衛は死の血色に奏者のような赤みを見た。しかし言い終わるとすぐ貧発の霜を注げ立てて激しく咳いった。その姿を見るとまた、景気際の明かりの一産のような、悲壮なものに十兵衛は、 胸打たれた。三。そのまましばらく黙り合っていた。やがて父のしあぶきの収まった様子に、十兵衛はを変えて。時に何か御用ではございませぬか。右門と私に。と、ここへ呼ばれた父の用向きを促した。うん。 やはり、世の儀ではない。ご奉公についてのことだが、と、田島の神は、口に当てていた返しをたもとに落としながら。また従老がおらぬが、また従老は、そっちから後で伝えてくれ。い、最前からも申した通り、我が家の竜は、遅刻安民を道とする標法じゃ。この父に協力して、そちたちにもご方向、ご奉公。 手伝うてもらいたいのじゃ。手伝えとおっしゃいますとまた重労もそちも、わしの手足となって、わしが行けという地方へ、数年、武者修行に出てほしいのだ。つまり、恩密的な命を帯びてですな。ま、そうじゃ。行く先は、九州一円。分けても、肥前大村天草。 島原のあたり、火の手の上がりようによっては、薩摩も危ないものでございますな。そちも感じておったか。諸州の老人や豊富の残党どもなどが、邪州門に口を借りて、土豪土民を集めておる様子。長崎奉行あたりの報告では、些細に申しおるが、州門と武力が結びつくとなれば、これは捨て置けぬ大事となる。 どうだ言ってくれるか十分には依存ございませぬが、また十郎は何と申しますやら。いなとは言わさぬ。そっちからもきっと申せ。た十郎の身上、平常黙っておるが、知らぬ父ではないのだぞ。母上がご在世ならばと思うのでございます。馬鹿な。また十郎とて子供ではなし。 いや、帰って他国へ修行に出れば、彼には良い天気と相なりましょう。しかし、マイルとなれば、五年、七年の幽霊は覚悟を致さねばなりませんが、その間、お父上の身辺には、右紋がおる。右紋を残しておこう。病弱でもあるし。ジ従兵は、横にいる弟を見た。父の目も、 彼に注がれていた。うもんはさっきから一言も言わず、ただうつむいてかしこまっていた。父は、四人の兄弟中で、誰よりもこのうもんが不憫でならないらしかった。そして、最も好きでもあった。十兵衛のように、また十郎のように、うもんは逆らったり、心配させたりしたことがないからである。 勾配をめぐって。一。また十郎がうんと言わないので、父の田島神へする返答は遅れていた。けれど、十兵衛自身は、開国に出る決心をしていたし、また十郎のわがままも、今度は通させないつもりで、腹にたたんでいた。中庭の壺には、馬蕉の葉は落ちたが、勾配が咲いていた。 その中庭へ向いている三つの窓の、それぞれの部屋に、今日は珍しく、兄弟三人とも、机に寄っていた。久し越しに、春の雲がうる麗しい。また十郎の部屋の窓は、半分ほど開いている。向こう側の十兵衛の部屋の窓は、いっぱい開け広げてあった。一人、閉め込んでいるのは、四男の右門の部屋だけである。 怒った色に違いない。おとといも、行かずにしまったから。また十郎は、法図へついて、おこまと向かい合って、千葉でもしているように、おこまの表情や言い草までを、空想していた。いっそ、怒らして、仲違いして切れようか。そして、兄が言うように、五、六年目をつぶって、開国修行に出る。そう考えたが、 彼には到底、剣で生涯を立てる気にはなれなかった。柳生家は兄が継ぐ。当然自分は分家して、他藩の死南番か何かに抱えられて、その大名の国元へ赴任していく。一生が見えていることはつまらねえ。また十郎のつぶやきは、どうしてもそこに落ちるのだった。 かなり自由な家庭だし、一万石という家の三男に生まれ、都会的な遊びや風潮には、兄弟中でも一番染まっている彼である。生きれ伝法な市政の風俗を好んで、父や兄にいくらやかましく言われても、袴が嫌いで、着流しで出るといった風な彼だった。もっとも、今流行っている竜達節にも、 君と寝ようか、五千国とろか。というあの歌が、武士の中に盛んに歌われている時代だから、また十郎と似た考えでいるものは、彼の他にもちまたには、いくらもあるかもしれなかった。おや、兄貴が何かやっているぞ。庭木を隔って見える向こう側の十兵衛の部屋へ、また十郎はふと目を向けた。 そして、苦笑をた,たえながら、机に乗せていた肘を、窓口へ移して、頬杖を飼いながら、眺めいっていた。に十兵衛はいきなりおゆりの手を掴んで、そして離さなかった。茶を運んできて、彼女が下がろうとしたはずみに出会った。あれ、そんなことを遊ばしてはいけません。 こぼれますお茶が。なぜ逃げる逃げはいたしませんけれど。ならば、おとなしくもっと寄って座れ。話があるのだ。でも、誰に知れても構わぬ。わしは恋はするが、不義はせぬ。何も人目をはばかることはない。十兵衛はソチが好きだ。あ、そんな。震えておるな。 わしがこんな固めの坊とごゆえ、怖いのかい,いえ、そんなわけではございませぬが。しからば、返事を聞かせい。いっそや、十兵衛が使わした恋唄、解けたかそちは、この十兵衛が好きか嫌いか、好きならば好き、嫌いならば嫌いと申せ。お許しくださいませ、手が。 しびれて一頭をこさります。話してやる。だが、正直な返答をせぬうちは、ここを出さぬぞ。まだ、急なことではないが、従兵衛はやがて、諸国返歴に出て、短くとも、ここ五六年は帰らぬ身じゃ。そっちさえ嫌でなければ、桃とせの誓いをして立ちたい。また、嫌なものならば、是非もないが。 障子はいっぱい空いているし、十兵衛の声は大きいのである。勾配だの、電業だの、庭木はそこを遮っているが、また郎の部屋からは手に取るような一間だった。不世絵だな、まるで。姉貴にもあんな嬉しいとこがあったのか。また郎はニヤニヤしていた。だが、 その二つの部屋をつないでいる横の長い胸の、さっきからしんと締め切っている窓障子の一室には、四男の右門が、しわ吹きもしていなかった。三。右門は指の細い手を左右のこめかみに当てて、雫へにうつむいていた。赤い漆の上に涙が落ちていた。 窓の外から聞こえてくる兄の声を聞く前としてさっきから書を元解いたり、工房を吹いて香炉に火を点じてみたりしていたが、十兵衛の声が耳に聞こえている時よりも聞こえていない間の方がたまらない不安と焦燥にかられてしまう。今日ばかりではない。兄がおゆりに対して思いを示すことは、 あまりに露骨だった。どうかすると、この自分がいる前でも、びっくりするようなことを突然言う。ホイリは、自分の気持ちを知っていよう。ウムンはそう思って、彼女が勤めて、兄のそばに夜舞いとし、兄を嫌っている風さえあるのを、やや心の慰めとしていた。けれど、ウムンには、 兄の心が分かってみると、その情景と恋を争う気にはとてもなれなかった。そういう恋の相手がないにしたところで、彼には彼女へ面と向かって、恋という一語さえ言葉の中に用いることができないくらいだった。今になって考えてみると、右門は自分の愚がわかる。 おゆりが屋敷に抱えられてきた当時、無情な喜びにその半月ほどはまるで子供が欲しい小鳥でも買ってもらったように、彼女と同じ軒下にある身を一人ひそかに祝福していたものだった。兄がおゆりにやった恋たも読んでいる。おゆりがそれを丸めて捨てたのをちらと見て、後から拾い取って見たのである。 犬のような、と彼は自分の浅ましい行為にも泣いた。思えば、自分が生まれてから初めての幸福は彼女が屋敷へ来てからの15日間につっていたかもしれない。それが生涯のただ一つの記憶として残るだけのことであろう。あ、兄の部屋の方で。 何かやや大きな声と物音がした。うもんは思わず閉まっている窓の障子へすがってそこを開けようとしたが、いや、と、それすら勇気を欠いて一人苦しんでいる彼であった。バタバタと誰か廊下を小走りに来る。おゆりか、と、うもんは青白くなって耳を澄ました。すると、 襖の外で。あだ郎様、ろー様、ま、うもんの行部友ものりさがお越しにござりまする。ジいやの声である。ジいやとは、老養人の笹を機内で、兄弟たちには少しも怖いところのない、好人物なのである。あ、ご城内の兄上が見えたとか。うもはすぐ立った。が、 指でまぶたの腫れを抑え、獲物を直してから迎えに出て行った。彼には兄弟中で誰よりも親しめて、そして一番気の合う行部とものりであった。四。じい、いつも他者だの。若党や小僧や大勢の召使いが式台に出迎えたが、 頭の高い行部智則は目もくれなかった。ただ、四人の機内老人だけにはそう言葉をかけた。幼少の頃の智則のには転換のような持病があって、この老人にはそんな世話を焼かせたことだの寝小便の癖までを知り抜かれているからである。だが、今は家光将軍の長道であり、 故障組では羽振りが良いし、服装はキラで、容姿は淡麗な彼だった。屋女中のように流栄にばかりいて、絶えず将軍家の短くいるところから、大名たちにも図構えの高い癖がついているので、たまたま宿下がりかお使いで場外へ出ると、やたらに人間どもがいやしく見えてならなかった。おう 兄上、お珍しゅう。と、遅れて出た右門が、廊下の途中で迎えると。うん。皆もおるかと、友には、そのまま客乗員へ通って、ずっと神座へ座った。今日は、ご内儀によって、他へお使いのついでに寄ったのじゃ。来月、浜乗員で、上様のお船遊びが催される。その折、兄弟どもも皆。 誘えというご情じゃ。田島の神にも伝えても遠慮するであろうゆえ、そちから申せと分けてもありがたいうせなのだ。まだ十郎はおるかおります。兄上十兵衛殿はおられます。右のよしを伝えるほどに、これへ呼んでもらいたいな。家庭に帰ってきても、友野には、 流英の官僚臭いのが抜けなかった。右門にはそんな臭みは気にならない。いいとして呼びに行った。また十郎はすぐそこへやってきたが、兄の十兵衛は、用事があるならわしの部屋へ来い。という返事であった。それは当然だ。怒らせさえしなければ気のいい兄貴。 ちょっと挨拶して来た方がよいでしょう。また十郎はそばから勧めた。とものりは上様のないだとか、なんとか理屈を言っていたが、結局帰りがけに十兵衛の部屋へ出向いて、しかつめらしく前と同じ意味のことを繰り返して告げた。十兵衛もまた、とものりに応じて角張りながら。ごない、片付けのござる。 だが、多分、それがしは、欠席申すやもしれぬ。その折には、軍前、吉野に、お取り繕い願いたい。とものりは、老媒して。いや、それは困るな。父上に仰せられず、わざわざ手前に立ち寄って、告げておけという将軍家のお心遣いに対しても。ま、そんなことを言わずに、どうか当日は、打ち揃って、お越しください。 兄上が来なければ、弟たちも参り難いではございませんか。初めて自分から砕けて、今度はなだめるように言った。従兵衛は、恩にでも着せるような彼の口ぶりが気に入らなかったが、友ものりが態度を改めると、機嫌を直して。いや、行かないことはない。行けたら行く。と言った。 春風、列草。一。汐留川の地先に、心臓船のあたか丸が、花嫁のように、まんまくや、のりに飾られて、繋いである。家光は春の海を脂肪にして、宴を張った。誠に、太平の聖事である。やがて、軍神の小舟を連ねて、浜五殿へ急速に、 休憩に上がり、すき家で茶を飲む。茶事が終わってまた、広芝の浜座敷にくつろいだ。旗本の師弟がたくさん、焙石に招かれてきていた。親どもは、こういう仕様に、我が子を将軍の越に進めておくことは、一生の栄達の糸口になると考え、武儀の情乱を蕎麦衆まで伺い出た。 一興だ、見よ。と、上位である。家光は広島に、将棋を置かせて、数番の試合を見た。そして、果てはやや、飽き気味な面持ちだったが。田島、今日はそちの子息どもも見えておるはずじゃが、どれにいる古住の中にいる、田島の神に尋ねた。すると、 その父が答えぬ前に、あれに控えておるのが射程の又十郎にござります。と、故障組の行部智則が家光の瞳を導いた。家光は大勢の若者の中から、警軍の一角をすぐ見出したらしく。又十郎に正せい。誰ぞ、腕に覚えの者は、又十郎に迎え。 言った。また十郎は上位を受けて、支度して出た。そして、選ばれた相手を四人まで打ち伏せた。さすがは、野牛殿の三男。と、どよみきの中に、ささやきが流れた。家光も、卿に包まれて、初めて満足そうな景色に見えた。そして、なおも。誰か、また十郎。 破るほどのものはないか、と見ました。側近にいる行部の則は、家光の関心を買って自分の面目のように、射程を破るものは、おそらく今日のお供中にはおりますまい,い。けれど、兄十兵衛の技に比べれば、まだまだ又ま十郎などは入手時と言ってよいくらい段違いにござります。と、 言った。家光は友則の,の言葉に、今日をそそられて、十兵衛を呼べ、とすぐに言い出した。だが、売館者の中には、十兵衛の姿が見えなかった。近所たちは、確か見えたはずだが、と彼の姿を急に探し回った。広島から少し下がった浜辺で、十兵衛は、情乱試合もよそに。 弁当を開けて一人で酒を飲んでいた。おしです。獣兵殿、おしでござるぞ。姿を見てかけてきた金獣たちがこうせき立てると、獣兵はもうだいぶ酔いのままった顔を振り向けて、何のご用か、と腰を上げようともしなかった。に、おしゃて。 また十郎殿と、試合という上位でござる。すぐ押したくあって、あれ、お越しください。近従の言葉を聞くと、十兵衛は首を振って、浜辺の草へ、ごろりと横になってしまった。どうなされた将軍家がお待ちでござる。十兵衛殿、すぐという大せですぞ。十兵衛は答えずに、眠ったふりを装っていたが、 しつこく揺り起こされて。ご前へはしからず、お断り願いたい。かねて祖父、赤州祭からも、師父、田島の神からも、野牛寮は四国の兵法と教えられておりまする。十兵衛がたちも、油酸のお座教に供するわけには相なりません。また十郎ごときは、せいせいおなぐさみには、手頃な芸を持っておりますゆえ。 彼を稽古台に余人へ勝負を仰せつけ願いたい。言い終わるとまた横になって微水の物うげな目を春風になぶらせて閉じてしまった。銀獣たちは傍然として佇んでいた。その手は将軍たちの方から見えた。分けて家光は将棋にかけているので、 よく見えるらしく、こちらへ表を向けていた。近中はやむなく、駆け戻ってありのまま、十兵衛の返事を家光に覆面した。蕎麦州、諸高、旗本たちの周りの者のは色を失った。これは切腹にも当たる不景だと思ったからである。家光は苦敗を舐めたように口を歪め、 不快な色にみなぎった底から、今にも何か、春裂な言葉が吐き出されそうに見えた。ふとどきな。私が参って、し連れて参ります。高ぶった声して、故障組の中から、行部、とものりが立ちかけた。すると。行部、待て。帰って、ご無礼に当たろうぞ。あのような軟水車を午前へ引いては。 慌てて、押しとめたものがある、兄弟たちの父、田島の神であった。平雲になって田島の神は、家光の将棋の横に手をかえていた。家光はじろと目をやって、田島、あの片目はようておるのか、と苦々にがにがしく言った。はい。ちっと酒を食べ過ごすと、前後のわきまえなく、 心にもない体言を吐き、手に負えぬ乱水者にござります。ぶしつけな申し女、きっと、父としてご国、懲らしめまするゆえ、ひらり、お許しをきくださりますよ。家光は、許すとも許さぬとも言わず、しばらく黙念としていたが、田島の神のおいの白髪を見ると、不憫を感じたのであろう。目障りじゃ。 誰ぞ、あの片目を見えぬところへ置いたてい。と言って、将棋を向きかえ。そうだ、試合を続け。十兵衛に代わって、また十郎に立ち向かうものはないか田島の神は、ほっとしたように顔を上げた。同時に、静かに立って。酔いどれの十兵衛に代わり、手前がまた十郎の相手いたしまする。 ひそしく勃券も取りませぬゆえ、試合のほど、心もとない心地もいたしますなれど、不況の償いともならば。人々は、彼の落ち着いた身支度と、古壇な人柄に、固唾を飲んで見惚れた。また、こうかばう親心と、君に仕える身の辛さを思いやって、即因の情に打たれた。バータジよいか 田島の神は、墓権を取って、広島の中ほどに出ていた。三。試合である以上、親子の間でも、未人の褐色もあろうわけはない。平常の父は怖い。だが、墓権を持てば、また十郎の心境も、おのずから違う。俺は若い。 違反ながら、父の老骨に一撃を加えることになるだろう。当然、彼はそう自負している。もう、親父も老いたな。今度手合わせしたら、お前の方が三本に二本は取るだろう。兄の十兵衛が、いつか行ったことがある。それからでも数年間は経っている。その上、 父はけんを取る日はほとんどなく、め目付という役に暴殺されてきた。日常、頭の使い方も、剣人ではなくなって、官僚になっている。痛ましいが、勝負になるまい。また十郎は、若い柔軟な志しを、すっくと伸ばした。父のけんも正眼である。愛構えになって、父を見る。 墓剣は見えて、父の姿は見えない心地がした。霞という体を取ったなと悟る。一呼吸、二呼吸、父の息が響いてくる。悲しいかな、五郎体だ。また十郎は打ち込もうとした。途端にそれを知ったように、父の体が波間の月みたいにゆらっと上がった。 来ると、感じた刹那、パンと、バタ重郎のけ剣が鳴った。動作は意識でなく、霊だった。どう戦ったか、覚えないのである。だが、その瞬間、バタ重郎は、け剣を知ち、叩き落とされていた。さっと手を伸ばして拾いかけた時、もう一撃、肩を打たれて、参りました。思わず言って、 地へ座っていた。残念でならなかった。また十郎は肩であいぎながら、破れた木剣を取って、短かった。この木剣がもう三寸ほども長かったら、お父上には負けないものを、と未練そうにつぶやいた。その負け惜しみの口惜しそうな手が真実味を漂わせて、 見ている家光や周りの者のには面白かった。人々の表に軽い苦笑が流れた。すると不意に、田島の神が、黙れと、あたりの耳を奪うような大喝で叱った。表に明けを注いで立腹したのである。今の一言は、野牛の家筋の者のにはないことだ。 未練な愚痴、無知な胆性、聞き苦しいたわごとである。そのような心根ゆえに、この老人のたちにすら、ひとたまりもなく、打ち据えられるのじゃ。今日という今日、わしも初めて知った。平常人々から、田島殿は子に甘い、子に目がないと、笑われていたことの真実を、怒り、おののいて言うのである。 と、また、十郎は、知恵、手をついてしまった。生まれて初めて見た、知の行走に、彼も震えた。怖い父としていた平常の父の姿は、実は、甘えているからの怖さであった。今の父の表には、微塵もそんな緩みはない。寸分の情も、隙も見せない。己ごとき少年の者のが、 野牛家の子よ、野牛流の使い手よと、世に思われては、我が家の流を誤るのみか。流祖のご辞職と申さねばならぬ。それもこれも、上様よりいただく高禄に山、高功禄に休んじ、懲り愚かなるこの父のもとにいて、修行の精神を心に失うておる証拠での手なんであろう。教会にそのような人間は、 子でない、父でない、感動を申しつけた。上様の御前にて、きっと、偽絶申し渡したぞ。口惜しくば、その少年の叩き直るまで、修行いたしてまいれ。ええ、見るも忌まわしいつ。言いながら、谷物神の手にある墓犬は、蝶々と、また従老のご体を、何度も、打ち続けていた。 ひどい。あまりない鉄。将軍家は、前をひそめて、そばにいる友則へ、止めろと命じた。友則が出て行くと、他の人々も群がり寄って、なお、怒りやまない田島の神と、声もなく、地にうっぷしている又十郎の間と、ようやく、分け隔て、連れて行った。 読。一。四男の右門は今日の浜おなりのお招きを病気と言っていかなかった。兄たちのいない留守の間の方が前々からむしろはるかに楽しかった。だが楽しい半日ももう,うっくれかかっていた。きっと話に来るだろうと待っていたおいりは顔も見せないのである。 茶を言いつけると他の駒遣いや小僧ばかり顔を出した。どうしたのか。彼はとうとう部屋を出た。それとなく屋敷の孫とを覗いたが、彼女はどこに働いているのかわからなかった。召使いに正せばすぐ知れるものを、そんな勇気は出せないのである。何気なく、 父の今を覗いた。そこへ行くには上口があって、父の留守中は容人でも入れないのに、誰かかすかな物音と人の気配が中でする。はこのぐらい杉戸の縁から、彼は目を見張ると、部屋の中にいた人影もぎょっとしたように振り向いた。白い顔。 涼やかで大きな瞳。よりなのである。よりじゃないか。こんなところに何をしてうもんが言ううちに、おイりの顔は一瞬の驚きから常の微笑みに返っていた。お掃除をしておりましたの。掃除をはい。殿様から今朝お立ちがけに、お机の周りをきれいにしておけと。 いっつけられておりましたので。おすずりを洗ったり、お机のちりを払ったりして。あ、そうか。誰も手をつけさせないご書斎だが、そなただけは、格別、お父上も、信用していらっしゃるものと見える。もうすんだのかえもうすぐに、片付きまする。なんじゃ、白い粉が。 畳にも、そちの膝にもこぼれているが。殿様の宝石の薬よ。ご本を取り除けるはずみについこぼしてしもって。ああ、自薬のお薬か。より、ちと話があるが、ここで聞いてくれるか。いけません。妨害たちが、このごろはとかく私を、妬みの目で見ております。万に万に そっと、空き地の塚のところで。あの石のところでか。じゃあ、奴が鳴ったら言っているぞ。うもんは約束すると、いっときもそこにいては悪いように、慌てて城口の外へ出て行った。畳の目の間に沈んだ白い粉を注意深く拭き取ってから、おゆりは懐へ忍ばせた。 いくつかの書類を抱いて、その後から静かに出てきて、城口の後をピチと閉めた。二。十兵衛も帰らない。また十郎も戻ってこない。ただ一人安全と田島の神だけが規定した。それももう網ぼんぼりに廊下の暗い頃であった。 浜尾りの出先で、憂うべき事件のあったことは、流水の家臣たちはもう知っていた。だが、田島の神の焦然とした姿を仰ぐと、誰も胸が詰まって、一ごも言えなかったのである。用人の笹を着ない老人が、やがて田島の神の部屋へ入って、しばらくひそやかに話し込んでいた。 機内のおえつが漏れた。老人は涙の顔を返しに包んで下がってきた。暗人めさるな。どうなろうと。大家この血は濃い。深いおぼししのあることじゃ。侍部屋へ来て機内老人は言った。そして何を問われても、あとは黙り込んでいた。 八つも木がなった。手内の明かりが減ってゆく。待ちかねていたように、うもんは外へ忍び出した。兄たちが帰らない原因は、うすうす耳にした。けれど、このままとは思われなかった。またすぐ帰るものと信じていた。土まんじゅうの周りには、若草が燃えて、もう、 古いいい塚みたた。になっていたどうしたろう右門は石の周りを巡り歩いたそしてふと地下の白骨を思い浮かべた綾部大輝の死骸がぞっと記憶の底から呼び出されたああ、もうじゅけに半年になる。 三。はて。タユモノ神は、自薬の席の粉薬を口に含んだが、そのまま飲み下さずにじっと顔を上げたがり、舌先に溶ける薬の味を探っていた。どう遊ばしましたかそばに手をつかえていた老女が不審顔して、彼の様子を見上げながら尋ねた。 田島の神は片手に水の茶碗を持ったまま突然立って、外を開け、と廊下へ立った。そして口に含んでいた薬を水とともにガボッと闇へ吐き出した。高女、と老女の名を呼んだ。はい、この薬、いずれから持ってきた。いつものお手箱の薬能から、 一条を取って参りました。書斎の本箱の上のかさようでこざりまする。手職をつけてくれ。田島の神はそこから二軒ほど先の一室へ入っていった。そして一軒、何の変わりもなく見える部屋の隅々までを見回していたが、ふと膝を折って指の先で軽く畳を弾いてみた。畳の目から かすかな、白い粉が浮いて出た。彼は、思うところと、不説のあったようにうなずいた。二つ目の本箱を開けた。細かい棚に、絵図や書類が整理されてある。大目付に集約依頼のものばかりが入れてあるので、あるべきはずの書類の何通かがなくなっていたことも、一目ですぐ気がついた。機内を呼べ。騒がずに。 静かに。道場は、でも、色を変えて走らずにいられなかった。機内はすぐ飛んできた。との何事が起こりましたのでございましょうか大したことではない。早くそちに言うておけばよかったが、公務のみ一年に家のさじはと、帰り見もせず打ち捨てておいたのがわしのおちと。ユリという新参の駒遣い。もうおるまいが。 いえ、おると思いますが。いや、おるまい。じゃあが念のため、何か他に異変はないか、屋敷のうち、一応、静かに改めてみ。四。橋も元の土手目柳の糸が、ゆるい流れに届くほど垂れている。柳の上に月があった。水の背には、 月影が落ちていた。あるだが、冴えた晩である。それだけに、ものの影は闇が濃かった。恋と尻神に疲れたように、右門はここまでふらふらと来てしまった。白尾橋と、はしぐいの文字を見たとき、はっとした。より、どこで どこで死んのかお屋敷の手が気がかりでございますもし捕まったらあなた様も私も恥だ生きているよりも大川までは逃げきれませぬいっそここで深いだろうか二人は水をのぞいたお入りは黙って帯の間から二つつみの薬を出して右門へ その一つを分けた。毒。うもんの手は震えた。おゆりはにっと笑って、もう包みを開いていた。そして、あっと思ううちに飲み下していた。さあ、ふもん様、ご一緒に。資料にたらしてみる糸間もなく、うもんを慌てて毒を飲んだ。二人は抱き合って、 橋たもとの崖の縁に立った。おお、待てウモではないか誰なのか。後ろから早い足音なのだった。その声にかえってウモンは突きのめされたように、ザブンと、顔の月き影を砕いて自分を投げ入れてしまった。切なお入りは片手を柳の枝につかまって、 岸の上に身を残していた。そして、飛沫と一緒に、バタバタと逃げ走った。旅後しらえの武士が二人、一足遅れに駆けつけてきた、十兵衛とまた十郎の兄弟であった。不問はわしが救い上げる。また十郎、おいでよおえ、おいでよ。十兵衛は、橋の下流に繋いであった小舟へ飛んだ。救い上げはしたものの、 ウは水を飲んはをでいた。しかしかえってそれが凝降であった船べりで兄の十兵衛に背をたたかれてうもんはおびたらしい水とともに毒もきれいにはいてしまった店名一つ一つ一 兄上、捕まえてきました。岸の上で、また十郎が言う。お入りは、その手にとらわれていた。星の手すり、くくっておけ。濡れネズミのウムンを抱えて、十兵衛は、小舟から上がってきた。ウムンはまだ生きている自分を見出したよりも、水にも濡れていないお入りの姿を見て、世にあるまじき不思議のように。 おののいて叫んだ。弟、これ、うむん。恥じることはない。お前は四人の中では順調なのだ。同時に人がよすぎるから、金金危ないと思ったゆえ、この十兵衛が、その美しい魔物をそちの手から奪い、わざと自分のそばへそばへと寄せつけておいたのに。ととうう、 死の淵へ引きずり込まれたな。危ないところだった。もう一足遅かったら。と、また従郎を帰り見て、どうじゃ、わしの意見は嘘ではなかったろう。おこまはこれの姉なのだ。わかりました。名務が覚めてみれば、おこまの日頃にも思い当たる節ばかりでございます。また従郎も残機に耐のぬように。 うつむいて、兄の前にひざまついた。二。今日、浜御殿の広場で、父に弔着,着された上、感動とまで極端な叱りを受けたまた十郎は、おこまの家で自暴自棄な酒を煽っていた。そこへすぐ後から十兵衛が追ってきた。馬鹿 兄は罵った。今日のご朝着は、ジフの太刀だ。あの大愛の勃険がわからないのか。と、涙を流していった。そして、そばに釈をしていた湯ナがりのおこまへ向かい。お前は、また十郎を虜にしたが、同時に、また十郎を色にもしたので、殺しかねたのであろう。妹のお入りは、 お前に比べれば、まだずんとしっかり者だが、ヤグユの家、あだしようなどというのは、身の程を知らなすぎる。舞踊な敵対は思いとどまって、兄弟、あまにでもなって、亡き家来のエコーでもしてやったわよい。と、鋭い目のうちにも、優しみを込めて、こんこんとさとした。また従郎は、ありの言葉が、 はじめはげせなかったが、だんだんと解き明かされて、悪夢の覚めたように悟った。おこまとゆりは、ゆいある大家の娘だった。ここ数年間に取り潰ぶされた犠牲大名のうちの一家、加藤忠だの家老、加藤淡路の神の忘れがたみで、先に死んだ綾部大樹は、忠義無類なその家来であった。 兄弟と大器は、主家の没落後、江戸へ流れてきて、大目付やぎう家を深く恨みに思っているところから、その報復を長い間心がけていたものだった。そしておこまは、ゆな冒をしているうちに、また十郎からやぎう家の内情をそれとなく探り、大器、おゆり、と、順々に、 手立てを変えて、田島守の,の命から、十兵衛、バタ十郎、右門、と、すべての者の血脈を立って、恨みを注ごうと、くわらせたものである。わしは、ほぼ察していた。だが、この兄弟や大器の後ろには、もっと無数の天下の敵が潜んでおる。その意図のつながりを見るまではと、知らぬ顔して眺めていたのだ。 おそらく、お父上も、はや、お悟りと思う。また十郎、もうゆなし行は切り上げて、ここらで、父上の対愛に、おむくいせねばなるまいが。いや、そちばかりのことではない。わしも、自分の父が、医師とならぬ間に。また十郎は、心から悔いて、家計の前に残機の手を使え。 修行を誓っている間に、いつの間にか座から姿を消したおこまは、裏の水屋の板の間で、以前の由緒も忍ばれる会見で、見事に自害して果てていた。二人はそこからすぐ旅自宅して、八重巣菓子の屋敷の外まで立ち回った。塀の外からよそながら父、田島の神に別れを告げたのである。 さろうとすると、機内が追いかけてきて、たった今、近々の騒ぎと、ウ門とおいりの姿が見えないことを告げた。しまった。さては。あとを追って、探し歩いた兄たちの懸命が届いて、たった一歩のところで、ウ門の命は拾われたのであった。三。月は、 水に住んでいた。柳の糸や流れは風に騒いでも、月はいつか住んでいた。うもん、早く帰れ。身を大事にせい。お父上を守ってくれるもの、そっちだけを頼みにしていくぞ。十兵衛も言った。また十郎も繰り返した。五年で帰るか。 十年で戻るか、行く手も知れぬ世の中の峰を指して、わしらは修行に行く。父上への行動は、これ一筋と思い極めて行くのだ。頼むぞ、あとは。はい。おさらばです。右んは、別れかけたがふと、兄上、この女、と、橋の欄に縛られているオイリオ、 彼はまだ痛い々たいたしげに目から捨てきれない様子で聞いた。触るな、棘のある花だ。そうしておけ。従兵衛が言うと、オイリはきっと瞳を強めてその顔を見返した。彼女の飲んだのは毒ではなかったのかと、うもんはやっとその時悟った。若様、若様たち。危ない老人であろう。 二階傘の紋印の提灯を振って川土手から橋を越えて去りゆく兄弟へ涙声を振り絞った四。天草の乱島原の変はその翌々年天下を一時暗淡と脅かした陛下はやんだが十兵衛は四年 また十郎も約九年間は帰らなかったという。右門はその後、父、田島の神の遺廃を捧げて、国元の山と野牛の将へ引きこもった。宝徳寺の第一世、列道王将は彼である。また、春秋十数年の後、田島の神の後を継いで、 将軍師範であった十兵衛三吉は、ある年、競技の野球にあって、野外に抱擁中、骨前と急病で死んだ。京安三年の三月、樹、わずか四十四。あるものは、草間隠れの鉄砲で撃たれたといい。あるものは、毒水にあたって死んだといい。 移設まちまちであるが、もし、この頃まで、お入りが生存していたとすれば、また、そこに、別な想像をしてみる余地もある。江戸野牛三代の人は、言うまでもなくまた十郎、ひだの神胸冬である。決して、若くして、姿勢、英武ではなかったが、万世、 一度を極めて、長寿長く混然と体制を遂げた。